小国鎮丹と萌エ県は中国四川省関西チベット族自治州の東部に位置する県。県庁は海抜1800メートルにある。チベット族の中でもギャロンチベット族と呼ばれる人々が多く住む。県内の著名な名称には美人国、東霊、古い城などがある。ロンタクは牢と呼ばれる塔が最も密集している県であり、千古国の章がある。 論クの石は木組みに石を組み合わせた建物で戦いの際に立てこもるために建てられた。高さは16層や17層ほどあり上に行くほど細くなり、壁には外が狭く中へ行くほど広くなった窓がうがたれている。こうした窓は外からは侵入しにくく、中から外の様子を見張って矢を放ちやすいようにできている。現存最古のは2000年前のものであるが、 真の権流亭が大金川、小金川を平定した頃に多くが建てられた。論卓には現在562の石楼が残り、中では、ヒハの古い石楼群、墨鹿大山の古い石楼群、川の角板垣の古い石楼群の3つが多い。年平均気温は摂氏14.2度、1月の平均気温は摂氏4.4度、8月の平均気温は 摂氏22.4度。生徒から丹と萌えまでバスで行くことができ、351km 約9時間。近隣の町とは乗り合いタクシーでは小金から1時間半、校庭から3時間半。生徒から校庭は登記以外は飛行機でも行ける。ありがとうございます。